んにちは。このおかげさまで街の中でできる効率のいいクエストが見つかりました。それはじゃあそろそろクエスト起動の時間なので失礼します。ご主人さんもキリトさん、おい、あの黒ずくめの男、メイドにセクハラか？俺たちのシュリカちゃんを泣かせるなんて。悪かったですけど、後をつけるなんてひどいですよ。あの男、ストーカー行為まで。おのれけどね。だって恥ずかしいじゃないですか。私こんなちんちくりんなのにフリフリのメイドさんなんて。いえ、大丈夫です。キリトさんはお客様なんですから。はい、それではキリトさん、じゃなかった、ご主人様、メニューをどうぞ。本日のおすすめはアイクラオムライスとアイクラカレーです。特にオムライスがおすすめです。ケチャップはお客様の前で私たちメイドが愛情を込めてかけるんです。キリトさんのためなら私いっぱい愛情かけちゃいますよ。じゃないんですか？そんな、全然余計じゃないです。むしろ喜んで愛情ケチャップをかけさせてもらいます。はい、アイクラオムライスですね。シリカちゃん、こっちも注文お願い。ねえねえ、あの黒ずくめ、シリカちゃんに何かしたの？いえ、あの人はその私の特別なご主人様です。だと？ご主人様、お待たせしました。こちらアイクラオムライスです。それじゃあご主人様のためにシリカがこのケチャップでたっぷり愛情を込めちゃいますね。ご主人様にシリカの気持ち知られちゃいました。そうです、そうですよ、もちろん。さあキリトさんじゃなくて、はーい。こういうルールなんです。それは最初の一口をメイドが食べさせるんです。どうですか、お味は？そんなに？それじゃあ一口だけ。おいしい、本当においしいです。ですね。ここで働いてるのに全然知らなかったな。もう一口だけ、一口、関節。完食。メイドは仕事の間の完食禁止なんでした。キス。大丈夫です。哟，よし。どうしたの？さあ行きましょう。よろしくキリト君。哟。